お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、バルフリーなんですけど、まあ、デッキがこちらになります。で、あれですね、なんか日本人でキリっていう、まあ、名前の方がですね、まあ、キリスさんですねっていう方が、まあ、使ってたデッキ的なやつですね。これなのかな、わかんないですけど、まあ、バルフリーのロケット入りなんですけど、僕がロケット使ってるだけで、今ここなんかアイスピの方もですねちょっと流行ってるんで、まあ、そこはどちらでもいいかなと思いますね。アイスピでも、まあ、ロケットでも、僕はまあロケットの方が使いやすいんでロケットにしてます。ということで、まあ、今日はチートマルチいきたいと思います。はい、あ、来た。珍しく予想待ち時間と、うん、タイミングがいい感じに、ということで、まあ、行くんですけど、基本浮きから、あーで、まあ、ここもザップですね。メガゴでもよかったんですけど、ちょいとザップ持ってたんで、で、ここスケルトンで受けてあげて、で、このやりゴムが強化されたんで、今のはスケルトンの出す位置が良くないですかね。一発で処理されちゃいましたね。やりゴムが強化されたことによってですね、で、ここは、まあ、延命からのウィザードが残ってるんで、ここのカウンターでまあバルーンつけてあげて、小物来たらザップで、これザップでいいですね。よいしょ。で、この、あの、プリンスがこれをウィザードで溶けますし、このウィザードが多分入るかな、一発。おいしい。これがおいしい。ウィザードって一発今300ぐらい入ってますからね。で、まあバルーンのバカが2発入って、みたいな感じでもう、まずバルーンが強いんで一発入ればもう勝ちぐらいありますね。ロケット入りだと。あとロケットで削れるんで。で、フリーズも、まあ、ガンガン使っていい感じにしますけどね。まあ結構でも防衛フリーズが意外とよくしますね。てかもうこっからはもうロケットで落とせるんで、残り1分ぐらい防衛フリーズで無限に耐えるっていうのもありですね。で、ここはウィザード、なんか遠距離系で処理されないようにバルキーで立てしてあげて、ここまあザップで処理して、あのスケルトンを回したかったんで、よいしょ。あ、おいしい、これおいしい。ここはもう無視ですね。無視というかまあまあまあ守れてるんで、ここでまあ変にバルーン出さなくていいですね。まあ出すなら右側です。左側ロケットで落とせるんで、で、それまでは相手に合わせて動けばいいですね。大体何も出してから OK で、出てきたんで、まあ、ウィザード出して、で、これ、まあ、バルキリーも出して、ここで防衛フリーズでいいっすね。よいしょ。なんか来る。ああ、やばい、それやばい。ここは、まあ、ザップって。で、まあ、スケルトンも使って、おー、なるほど、めっちゃ攻めてくる。めっちゃ攻めてくるけど、まあ、なんとかなる。オッケー。で、許容ですね。で、これ、多分、バルキリー入るかな。入らない。これは、ちょっと右側怖いですね。右側怖い。あ、これ右、じゃあ左落ちたらラッキー。はい、ラッキー。で、20秒なんでもう、あ、相手ほら、諦めましたね。諦めてなかった。何やねん。で、ここの、もうジャイは、多分フリーズ防衛でいいまである。で、この左の、おぉ!やばい。突進は、オッケーオッケーオッケー。危ない。危ない!危ないですけど、まあ、まあまあまあ、みたいなね。みたいなねっていうか、もう何にも説明してないんですけど、基本的にできるだけ初めのうちに、なんていうんですか、1個落とすか、大ダメージを与えておきたい感がありますね。フリーズ、しょっぱなまま使うのもありっちゃありですけど、まあ、そこは、まあ、しょっぱなからはあんま使いませんね。でも、なんか刺さるって感じがしたらもう使っていいです。で、もう後半はフリーズ防衛、ロケット防衛で、まあ、さっきみたいに一応守れるんで、そうですね。なんだろうな。なんだろうな、このデッキ。なんかもう変わりすぎてて、やばいですね。とりあえずまあ、受けからですね、基本的に。で、もし、相手のデッキが把握できて、対空をもう全部咲いたなって時だったり、もう対空がコウモリとかしかないな、みたいな思ったら、バルーン飛ばしてザップ構えておくのもありですね。で、ここは、あ、惜しい。ジャイサンシス内で。で、ここで分かったんで、あと、ガゴムレと、
ギャングなんで、ここのメガゴになんか防衛して、あーここはもうバルーン出してガゴムリカギャングなんで、後ろからウィザード出してあげて押し、でこれギャング来たらザップ打ってもいいですけど、打たなくてもいいです。これ1個落としたんで、いや待って、これギャング処理してこのままエリポン壊してほしい、エリポン壊してほしいけど、さすがにそんなうまくいかないですね。まあまあまあ、でこのエリポンですね、このアドをどうにか耐えたい。で残り2分間耐えるか、いやしんどいな、耐えるか、もう左捨てて右側受けてそのままカウンターで右落とすかですね。変に両方守ろうとしてもこれ守れないんですよ。なんでウィザー一応守る、一応守りたい。でこのウィザードで左の小島場を防衛してあげて、防衛したところですっごいダメージ受けるんですよね結局。なんでここの右側のこのカウンターですね、ここを左に今捨てて右側でここで試験を落としたい。フリーズしてよかったかもしれないですね。でまあ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 、でここあいつオブラザップよくない、まあ、後ろからでいいかな、後ろから課題作って、もうこのエリポンにロケット打ちません、打ったら三重し無双されちゃうんで、エリポンを壊すっていうのはあんま考えすぎない方がいいですね。考えずに、でここで三重し来たらフリーズしてみたいな感じですね。でこれはもうあとはザップも打ってあげて、ウィザード頑張り、ウィザードがターゲット取れればでかい。で毎回はまあどうにか阻止し、でこれ OK、 これが強いということで、もう一発バルーンダメージ入ればロケット打てるん でこれもう一回形作ってあげてバルーン出してフリーズ、あてかロケット三重心立てみてください、この辺に、あこれも打っちゃいましょう、よいしょ。待って、これやばい。ここにガゴムリ来る。じゃ、来ないか。ここでいい。内側で。ここでいいや。あ、待って、フリーズミスった！いや、結構来まである。じゃ、ザップって。ていうか、やば。いやー、ジャイさんしんどいな。ジャイさんしんどいですね。しんどいですけど、多分一番初めの1個は取りやすいんですよね、意外と。エリポンを組んで、その瞬間に攻めて取れるんですけど、あれですね、ちょいとここ大事なのが、まあ、ここはまあ防衛して、で、まあ、ここで1個取れるのはあるかもしれないんですけど、ここですね、ここのめっちゃアド取られた後のここの防衛なんですけど、こう来てここの左を、もうここの左を無視ですね、無視というか無視はしちゃいけないんですけど、3回狙われるんで無視ですけど、ここで変に左も右も守ろうとしても守れないんですよ結局。で2個折られて終わるっていうのがよくあるやつなんですよね。なんでそこをここの左側を防衛はまあ程よくですね、ウィザードでしてるんですけど、もうここ変に守らないですね。で捨ててこの右側の余ってるユニットでカウンターで右側を狙いますね、ますね。で結局右側落としてないんですけど、うまくいけば今ので右側に結構大ダメージ入ってっていうのがあるんで、なんだろうな、例えばラバルとか自分が使ってたりしてジャイサーシがきついっていうのもあると思うんですけど、あそこで1個捨てて右側ご了承すればそのまま、まあ、取られますけど逆に反対側を取り返せるんで、で元々左側を落としてたら、まあ、2-1 ですね、 2-1 で勝つプランをもう途中で考えるのが重要ですね。ってことで、まあ、そんな感じかな、珍しく喋った、はいという感じで、まあ、ちょっともううまくいけたんで満足です、自分的に。はい、であれですね、ロケットは、まあ、アイスピでも大丈夫です、アイスピでも大丈夫なんですけど、まあなんならな、個人的にロケットです、そこはもう好みでお任せします。はい、ということで終わります。よければチャンネル登録などもしてください。ではバイバイ。